トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、中部国際空港から国際線はいつ飛ぶのということでお話をしていきたいと思います。お伝えするのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。今日なんですけど、まず空港のネットワーク、出入国の動線、空港ターミナル内、商業施設、まとめという順番でお話ししていきたいんですけど、最後にですね、実際にじゃあいつからですね、中部国際空港セントレアから海外に国際線乗って旅行に行けるのかなというところも、いつから行けるのかっていうのを予想していきたいと思いますので、動画の方最後までお付き合いをお願いします。まずですね、空港のネットワークなんですけど、じゃあ今実際にセントレアから国際線が飛んでるのかどうかっていうところなんですけど、実際3月今末なんですが、国際線ですね、大体こう1日多い時で3便、マニラ線、ソウル線、シンガポール線とか、そういった形で、まあ寂しい時だと本当に1日国際線1便とかっていうような状況になってます。でじゃあこれからですね、4月以降に、まあ、どういったフライトスケジュールになってくるのかっていうのを、エリアに分けて話をしていきたいと思います。まずヨーロッパなんですが、じゃあですね、ヨーロッパ系の航空会社フィンエアですね、名古屋からヘルシンキに直行便を飛ばしてる、フィンエアなんですが、なんと6月からですね、一応週2便、名古屋ヘルシンキ間を、復旧させるという予定になっていて、で7月からは週4便ということになってます。であとルフトハンザドイツ航空ですね、名古屋からフランクフルトへの直行便を飛ばしている航空会社なんですが、ここが6月から週3便名古屋フランクフルト間を復旧させるという予定です。これからのね、ハイシーズンのヨーロッパ、それに向けて航空会社も、まあ、航空需要が戻ってくるだろうということでの、まあ、運休を解いての、復旧便ということで期待したいところです。続いてアメリカなんですけど、アメリカは、デルタ航空がなんと4月の4日から週1便なんですけど、名古屋デトロイト間を復活させると。ね、4月の4日ってもうすぐですし、まあ、週1便とはいえですね、中部国際空港から、アメリカの本土の、ね、デトロイトにこう便が復活するっていうのはすごく嬉しいニュースですし、やはりトヨタ自動車のこう膝元の愛知県ということもあって、デトロイトね、すごく自動車産業でも、まあ今日の、都市になりますので、やはりそこでのこうビジネス需要というのがやっぱり高いんだなということで、そこが週1便復活の予定となってます。であと名古屋からグアムを飛ばしている、まあ、ユナイテッド航空も5月の6日から名古屋グアム間を、1日1便、6月の3日からは1日2便ですね、朝便夜便を復活する予定としています。続いてアジアを見ていきたいんですけど、アジアはですね、チャイナエアラインが名古屋台北間ですね、4月の30までは週1便なんですが、5月2日からなんと1日2便復活させるという形です。大韓航空の名古屋ソウル便は週1便で、シアラ航空が4月30までは週1便なんですけど、5月の1日からこの1日1便ということで予定していて、で TBA 航空も名古屋ソウル線を5月1日からは1日1便と復活させます。でフィリピン航空はもうこのコロナ禍でもね、ずっと名古屋マニラ線は、便減らしながらも維持をし続けて、で週4便ですね、名古屋マニラ線を飛ばしていて、でセブパシフィック航空も4月からは週4便ということになります。でシンガポール航空はもう3月現時点でもですね、週3便、名古屋シンガポール間を飛ばしています。でタイ航空の方もね、まだこれ予定ではあるんですけど、まあ、7月の2日以降に週5便ぐらいの便数で復旧させる予定で、
ベトナム航空の方も6月以降を、まあ、ハノイホーチミン線の出航便を復活させようという予定になってます。でざっとお話ししたんですけど、結構4月以降なんか明るいニュースといいますか、だいぶこう便数が復活してくるんだなというところがありますよね。3月中は本当に1日1便とか、まあ、多い時で1日3便とかっていうような国際線の便数だったものが、4月以降本当にいい時だと、まあ、10便とか、ね、そういった形でどんどんとこう国際線の便が復活してくるというような状況です。続いてですね、出入国の動線なんですけど、今中部国際空港に、まあ、PCR 検査センターというのがですね、昨年の11月30日から、新たに開設されています。今ですね、日本から海外に行く際にPCR 検査がやっぱりこうの証明書が必要な国っていうのはもうほとんどになっていますので、まあ、実際にどこかで日本でも PCR 検査を受けてから、まあ、海外に渡航するっていうのが必要になってきますので、まあ、空港にもこういうセンターがあって、で、まあ、年中無休で運営されているということなので、証明書が出るまで大体3時間ぐらいの時間で取れるということなので、まあ夕方以降、まあ、お昼以降の便とかであれば、まあ、当日に取ってっていうことも可能になります。検査料は税込みで3万8500円です。で入国された後の動線っていうのをちょっと詳しくお話ししたいんですけど、こんな感じになってまして、中部国際空港に到着してからはパスポートとか検査証明書、あと質問票のウェブで作成した QR コードをおよび健康カードを提出して、まあ、検疫官がこう確認と。で、その後、新型コロナウイルスの検査を実施して、で空港ビル内でその、検査結果を待つということになります。これね、数時間かかりますっていうふうになってます。で、まあ、検査が陽性だった場合は、まあ、当然そのまま病院にっていう感じなんですけど、陰性だった場合ですね、で最近ちょっと聞かれると思うんですけど、この変異株が、まあ、他の国で流行してるんですけど、この変異株流行国の地域から日本に来られた方っていうのは、PCR 検査の、結果が陰性であっても、まあ、検疫所指定の宿泊施設で最低3日間の待機が必要になります。なので、まあ、検査して問題なくても、まあ、変異株が流行していた国から来た方っていうのは3日間、まあ、指定の宿泊施設で隔離をする必要があるということですね。で、まあ、それの3日間の解除前にもう一度再検査をして、問題なければそのまま自宅に行っていただくというような流れになります。でこの変異株流行国っていうのがどこかって言いますと、アイルランドとかアラブ、あとイスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー、南アフリカ、あと最近7カ国増えて、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン、全部で24カ国ですね。この国から来られた方っていうのは、まあ、必ず最低3日間の指定の宿泊施設での待機が必要となるということを覚えておいてください。それ以外の国から来られた方っていうのは、まあ、自宅もしくはご自身で手配したホテルで、公共交通機関を使わずに行っていただいて、そこから14日間の自主隔離を外出しないで自粛していただくというような流れになっています。続いてですね、空港の、ターミナル内の商業施設がどうなのかっていう形なんですけど、セントレアですね、いろんなたくさんのですね、飲食施設とかあるんですけど、そのうちの今61店舗あるうち営業しているのが22店舗になっています。だから約6割ぐらいが休業しているってことなんですね。ちょっと寂しいですよね。もうセントレアって、ね、すごくこう、いつも盛り上がってると言いますか、人がいっぱいいて、でたくさんの商業施設があって、でお土産だったり、まあ、いろいろな飲食店があってっていうようなところなんですが、まあ、今現状ですね、このコロナ禍では
6割近いお店が休業をしているという状況です。でターミナル2の途中にありましたフライトオブドリームズというですね、複合商業施設ですね、ボーイング787本物の飛行機だと飾ってあるね、ところにありました、有料エリアですね、フライトパーク、飛行機内を 見れたりとか、あとはフライトシュミレーターに乗れたりですね、その有料エリアがですね、今年、2021年の3月31日をもって、終了ということになって、4月1日からこうリニューアルを開始するということなので、一旦ちょっとこのフライトオブドリームズの方も入れなくなるんですが、リニューアル後ですね、どういった出演になるのかっていうのもちょっと楽しみなところになります。で最後にですね、まとめなんですが、いつからですね、実際、国際空港から海外旅行にセントレア観光を飛び立つことができるんだということなんですが、私は2021年の10月から国際線が乗って自由に旅行ができるんではないかなと予想します。その要因としてはですね、一つやはり大きいところでワクチンがあります。日本でも接種が始まっていますし、海外でもそうなんですが、そのあたりがこう行き渡ってきて、ね、今のイアタなんかも作っています、トラベルパスポートといいますか、そういったパスポート以外にですね、アプリでしたりとか、そういったものでワクチンの接種の有無とかをですね、確認できるような、世界的にな、世界基準ですね、そういった指針になるようなものなんかもだんだんとこう精査されて作られてきて、ね、そういったものを利用すればあんまり煩雑な手続きを踏まないでも海外に行けるような、そういった仕組みがだんだんと整ってくるのが大体10月ぐらいになるのではないかと予想しています。で最初冒頭の方でも言いましたが、今セントレアから4月以降ですね、だいぶこう国際線が運休になっていたものがこう復活してくるっていうお話をさせていただきました。そういったところも、これから航空需要がですね、夏に向けてこう高まってくるっていうところを、敏感に航空会社の方が捉えての施策だと思いますので、そういった部分でも10月っていうのは無理がない予想ではないのかなと考えております。この動画がですね、役に立ったと思われる方はぜひチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。またですね、海外の情報などをどんどん発信していきたいと思いますので、次回の動画でお会いできるのをお楽しみにしております。それではまた会いましょう。バイバイ。